お疲れ様です。今回は北の国から東京のロケ地巡りの後編を行ってまいります。前編の動画はすでにアップしてありますので合わせてご覧いただければと思います。今回も前編同様に連続ドラマ版北の国からの14、15話で登場した新宿のロケ地を紹介したいと思います。前回は純のお母さんの玲子が住んでいた東新宿のアパートをスタートしまして、純が自転車で下る坂、純が自転車をまだ買ってもらえなかった時の公園、そして最後に純が恵子ちゃんを待っていた坂を紹介しました。ご覧のように地図を見ますと、東新宿から曙橋の間の狭い範囲にロケのポイントがかなり多くあることがわかります。今回は前回最後に紹介した純が恵子ちゃんを待っていた坂から都営新宿線曙橋駅まで行きまして、そこからスタートしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、というわけで続いては曙橋通りの商店街がロケ地のポイントの一つになります。ここではですね、純が恵子ちゃんに会いに行くためですね、夜中走るんですけど、そのシーンで使われました。で、こちら側ですね、あそこが都営新宿線の曙橋の駅になります。とはいえですね、この商店街の中の具体的にどこがそのロケのポイントかっていうのはいまいちよく分かってないんですよね。まあ、ご覧のように商店街どこも似たような感じになってしまいますので、しかもシーンは夜行われているので、ちょっと具体的に分からないと。なので一通りね、端から端まで動画を撮影していきたいと思います。一応この辺りから撮影したんじゃないのかなと思いますが、ちょっとはっきりと断定はできないんですね。手前の横断歩道と奥に見える曙橋通り のアーチ看板が微妙にドラマで映っていたので、まあ、なんかこの辺の気はします。では詳しく見ていきます。左側が北の国からのシーンになりますが、この場所が曙橋通りだという根拠は、前後のシーンの撮影がこの周辺で行われていたことと、映像のような商店街の場所がこの周辺だと曙橋通りしかなかったことが挙げられます。特に革新的になったのは、映像に映る街灯が曙橋通りの商店街の街灯と類似していることです。位置的にここが完璧に正しいかどうか分かりませんが、根拠を挙げるとしたら、まず横断歩道のマークの位置が同様にあること、この本通りから右に入る脇道があることが挙げられます。あとドラマの映像をよく見てみますと、見切れてはいますが、曙橋通りのアーチ看板がギリギリ見えておりますので、その位置を考えると大体この辺りになるのではないかなと推測ができます。この商店街自体も古いお店が残っていたりはしますが、お店の入れ替えや建物自体の建て替えが行われていたり、やはり40年の歳月を感じさせられました。では次のポイントに行きます。この曙橋通りの中にある一つの T 字路、まあ、向かい側がホテルになっているんですが、その向かい側の T 字路を中に入っていきます。そうするとね、少し坂道になっているんですが、こちらに一つのロケポイントがございます。地図で見ますと、次は丸1番の曙橋通りから歩いて数分のところにあります丸2番の場所まで移動します。この場所は純と友達が自転車で向こうから走ってくるシーンで使用されました。先ほどの商店街から歩いて数分で到着したこのポイントですね、隣は公園となっておりまして、でここが向こうからですね、純と友達が自転車に乗って、こちら側にやってくるシーンで撮影されました。で今ね、右側はこんな感じで金網ができているんですが、当時はこれなかったと思うんですね。このなんか赤と白のこの柵もなくて、もうちょっと危ない感じの作りになっていたんですが、今ではやっぱり安全面が重視されているのか、ご覧のように金網がしっかりと設置して転落防止にしてかかっております。比較してみますと、ご覧のようになります。ご覧のように左の映像で純と友達がこの狭い道を向こう側から走ってきているシーンで使用されました。ドラマの映像と同じアングルで撮ることが難しかったんですが、非常に特徴的な場所であるため、なんとなく同じ場所であることはわかるかと思います。ちょうど山の中腹みたいな場所に作られた道で、向かって右側はすぐ崖になっておりまして、住宅の2階部分の高さにあるようなイメージです。そして左側ももう1段ぐらい高さがありまして、まあそんなような場所に作られた歩行者専用の道になっております。まず先にも述べました通り、ドラマ当時は石造りの転落防止策があるのが分かりますが、現在は取り払われて金網に取り替えられております。またどちらの映像にも道の右側に街灯が立っているのが分かりますが、色が異なっておりますが、もしこれがですね、同じ位置であると仮定すれば、場所の目印になるかなと思います。左側の壁の色も現在と変わっておりませんので、こちらも目印の一つとなります。あと少し分かりづらいんですけれど、奥の建物の屋根の形が特徴的で、当時というまでこれも同じものと考えられます。建物は当時とは結構変わってはしまっておりますが、まあ、こういったアパートとかなんか当時からあった雰囲気を出していますね。こういった古めのアパートが今でも建っております。まあ、ただ向こうは結構新築が多かったんで、まあ、当時はまだ存在してなかった建物ばっかりだと思いますね。北
北の国からは40年前の作品とはいえ、映像はフィルム撮影ではなくてビデオ撮影なので、なんかあまり古臭い感じはしないんですよね、映像を見てても。ただ40年経過していることは事実なので、結構変わっていることが多いです。はい、というわけで、純と友達が自転車に乗って走った場所の一つの紹介でした。続いてのロケ地ポイントは、現在地である丸2番から丸3番の位置まで移動します。続いてはですね、純と恵子ちゃんが階段でじゃんけんをして遊ぶというシーン、じゃんけんをして遊ぶというよりは遊びながらなんか身の上話を、話しているというシーンなんですけれど、それもこの曙町の近くで撮影が行われました。こうしていろいろ巡ってみるとですね、本当に近い範囲でいろんな撮影が行われたんだなということがよくわかります。多分あれかな、あの階段ですね。では早速比較してみます。まずは階段の途中あたりから上側を映したカットになります。左右比較してみますと、階段そのものはあまり変化はないんですが、やはり建物に差があるようです。恵子ちゃんがいるのは今アパートが建っている入り口あたりですが、当時は一軒家が建っておりました。その隣は階段に沿って高い壁が建っておりますが、やはり当時はこちらも一軒家の壁だったようです。今は新しめのアパートが建っております。階段の真ん中の手すりは当時の方が鉄製でしっかりしている感じがしまして、右側の手前の石垣はですね、当時と比べて年季が入っておりますが、同じものと思われます。ではシーンを進めます。今度は階段の上から下を狙ったカットになります。こちらも同様に比較してみますと、ご覧のようになります。階段の途中に踊り場みたいなところがあるんですが、それがおそらく矢印の部分と一致しております。少し平らな部分が広いところになりまして、先ほども申し上げた通り、現在その場所の右側はアパートの入り口となっております。手すりが途中で切れているのはアパートの住民への配慮と思われます。右側の一番下にある柵は、これは当時と全く同じものであると思われます。そして左側の石垣の壁も矢印の部分は当時と同じもの。その隣も当時は石垣なんですが、現在は綺麗なコンクリート製の壁に変わっております。この場所は当時は大きいお屋敷が建っていたようでですね、その土地の壁だったわけなんですが、現在はマンションに変わっております。前編の動画を上げた時も同じように大きいお屋敷がマンションに変わっている例があったんですが、やはり都内で大きい土地を持っている人は最終的には土地を売ってしまうのがオチなのかもしれません。2013年頃のストリートビューを見ますと、まだマンションが建っていない時代の壁が残っておりまして、ご覧のように北の国からに映っている壁と同じであることがわかります。今度は今のカットと似ておりますが、階段の一番上から下を映したアングルを紹介します。階段の全体が見えるカットになります。比較してみますと、ご覧のようになりまして、まずは変化がないものから見ていきますと、階段を降りたところにあるマンホールが同じ位置に存在していることと、そのそばにある街灯もほぼ同じ位置に立っております。階段の左側にある建物は窓の形から同じ建物だと考えられます。あとは庭先のフェンスも同じように存在していることがわかります。このカットで当時と今で変わっていないのはこの建物ぐらいで、先ほど説明したように奥の壁は現在はマンション、右側も全てアパートに建て替わっております。そしてこのアングルでは見えてはいないんですけれど、階段を降りて右側の土地は現在新しいマンションを絶賛建設中となっております。続いては階段の中段あたりから階段の上を映したカットを紹介します。比較してみますと、ご覧のようになりまして、このカットで当時と同じものはもはや電柱ぐらいしかなさそうです。恵子ちゃんの後ろにある柵も現在は柱みたいなものに変わっております。先ほども説明しましたが、階段を上り切ったところにある左側の一軒家も現在はすでにアパートに変わっております。大きい木はおそらくこのお宅の庭にあったもので、そこそこのお屋敷だったと推測ができます。しかしながら現在では小さい一軒家はこの辺にはたくさんあるんですけれど、大きい木が植えられているほどの庭を持つようなお屋敷はこの辺りでは少なくなっている気がします。先にも述べました通り、土地を売ってマンションやアパートが建つというのが時流なのかもしれません。はい、というわけで、純と恵子ちゃんが階段でじゃんけんの遊びをしたシーンの紹介でした。じゃんけんの遊びというか、グリコとかチヨコレイトとか、その勝ったらその分だけ階段を上がれるみたいなゲームだったと思うんですけど、そんな遊びをしていた場所がここですね。特に階段自体はそんなに変化はないんですけれど、やっぱり周りの建物が全く違います。左側にある今このマンションも当時は建ってなかったですし、今右側に工事も行われております。またここに高い建物でも建つのかなと思います。そして向こう側にも周囲を囲うように高めのマンションが建っております。今紹介した階段の位置は丸3番でして、今度は丸4番に移動します。目と鼻の先で、目印は専門学校東洋美術学校になります。続いては純が自転車で友達と坂道でスラロームをして遊ぶというシーンでございます。純の自転車だけちょっとスペックが悪いのか、
自分だけ失敗してしまうんですけれど、まあ、それがちょっと顕著に現れているシーンでちょっとかわいそうだなと思いました。でこのシーンはですね、この坂を右、この道を右に曲がると坂が見えるんですが、そこで撮影が行われました。東洋美術学校っていう学校の入り口の前で撮影されたことになります。こちらですね、この坂で純と友達はスラローム遊びをしておりました。はい、こちらも比較してみますとご覧のようになります。坂道に見かける丸いくぼみが特徴的で、当時からその様子だったことがわかります。坂道を登って正面に見えますのが専門学校の入り口。ドラマの方でも正門っぽくなっておりますので、当時から学校だったと推測ができます。純たちは空き缶を置いてスラローム遊びをしているわけですが、だいたい矢印のくぼみ付近あたりに空き缶を置いたのだと思われます。そしてシーンを進めます。純の自転車はですね、父親の五郎が拾ってきた自転車を直したものなので、性能があまり良くなくて追突してしまう場面なんですけれど、その後ろの建物に注目します。まず両画面とも車が見えている部分は同じ駐車場と考えられます。そしてその手前の建物も同じもの、特にレンガになっている部分が現在も残っていることがわかります。手前のレンガは結構崩壊していて高さがなくなっておりました。また排水管も同じように現在もそのまま残されていることがわかります。最後に紹介するのはこのカットです。この場所は今紹介した坂道の入り口の部分となります。はい、比較してみますとご覧のようになりますが、あまりそれほど変化はなさそうです。右側の壁の場所は、ここはお寺と墓地になっておりまして、この石垣も以前と変わっていないはずなんですが、おそらくドラマの時は草が生い茂っていただくかと思われます。奥の車道は靖国通り、片側2車線の道路ということは当時まで変わっておりません。車道の反対側の建物は全く別物に変わっていることがわかります。こちらの奥に見えますのが東洋美術学校の入り口です。当時もね、ドラマ当時もこの美術学校あったんですけれど、多分建物は建て替えられてるんじゃないのかなと思います。純と友達はこのまさにね、ここに空き缶を置いてスラローム遊びをしていたということになります。そして反対側はこうなりますね。まあ、このカットでも撮影が行われてまして、純と友達がこの坂を登ってくるんですけれど、友達はギアがついている自転車を乗って、純だけはギアをついていない自転車に乗っているため、押して坂を登るというちょっとかわいそうなシーンでした。奥に見えます車道を左に行きますと、あけぼの橋駅方面、そしてもうちょっと先に行くと市ヶ谷駅に行きます。というわけで一通りですね、北の国からの東京ロケの、ロケ地巡りを終了したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。